High-tech nuclear warfare in ancient time—it's some more evidences. In search of. Ancient Aliens website writes as follows Was Earth ever inhabited by a very advanced civilization, if not by aliens, in the distant past? Were there beings of considerably higher intelligence, perhaps much higher than ours, ever on this planet? the question has been put forward time and again, and each time it has been ridiculed by the mainstream scholarship no end. each time the statement has made a dead-end thought process in form of a very sanitized view of the world. the following translations have been published by the foremost expert on sumer professor, サミュエル・クラマル人類がまだ黎明期にあった頃の遠い遠い昔メソポタミアそしてインダスバリーで核戦争はあったのかそれともなかったのかシュメールに残されたタブレットにはこんな一節があります Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. On the land of smell fell a calamity, one unknown to man, one that had never been seen before, one which could not be withstood. A great storm from heaven, a land annihilating storm, an evil wind like a rushing torrent, a battling storm joined by a scorching heat. By day it deprived the land of the bright sun, in the evening the stars did not shine. The people terrified. Could hardly breathe. The evil wind clutched them, did not grant them another day. Mouths were drenched with blood, heads wallowed in blood. The face was made pale by the evil wind. It caused cities to be desolated. Houses to become desolate, stores to become desolate, the sheepfold to be emptied, Smells rivers it made flow with water that is bitter, its cultivated fields grow weeds, its pastures grow withering, シュメールの地で人間がまだ知らぬ大惨事が起きたまだ人間が見たこともない大惨事である人間が抵抗することもできない大惨事である天から巨大な嵐が起き上がり大地を滅ぼした 突進するような激流のような邪悪な風焼けつくような熱を伴った荒れ狂う風昼までにそれは輝く太陽を奪いそして夕刻には星々の輝きを奪った人々は恐れ呼吸することもできなかった邪悪な風は 人々をつかみそして人々はその翌日まで生きることはなかった人々の口は血で詰まり頭からは血が噴き出た人々の顔は邪悪な風で青ざめそれは都市を破壊し家々は荒廃した家屋は 崩壊し羊小屋は空になったシュメールの川側は苦い水となった畑には水草が生えるようになり牧草は枯れ果てた筑馬学芸文庫 シュメール神話修正杉勇尾崎徹訳よりウルの滅亡哀歌。彼は彼の牛小屋を見捨てた彼の羊小屋は空になってしまった 柳生は彼の牛小屋を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。諸国の主は彼の牛小屋を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。エンリルは聖堂ニップールを見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。 彼の妻ニンリルは彼女の家を見捨てた彼女の羊小屋は空になってしまったニンリルはそこの家木・ウルを見捨てた彼女の羊小屋は空になってしまったケシュの貴婦人は彼女の家を見捨てた彼女の羊小屋は 空になっってしまったニンマフは下手にある彼女の家を見捨てた彼女の羊小屋は空になってしまった維新の人は彼女の家を見捨てた彼女の羊小屋は空になってしまった任維新は聖堂エガルマフを 見捨てた彼女の羊小屋は空になってしまったウルクの地の貴婦人は彼女の家を見捨てた彼女の羊小屋は空になってしまったイナンナはウルクで彼女の家を見捨てた彼女の羊小屋は空になってしまった なんなるはウルで家を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。シンはエキシュヌガルを見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。彼の妻ニンガルは彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。 ニンガルは彼女の清らかな絵柄神殿を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。エリドゥの野牛は彼の家を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。縁起はエリドゥで彼の家を見捨てた。 彼の羊小屋は空になってしまった。ニン・アシュテはララクで彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。シャラはエマフ神殿を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。ウサハラはウンマで 彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ババはウルクッガッを見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。清らかなバガラ彼女の小部屋を彼女は見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。 彼女の息子アブ・ババは彼の家を見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。アブ・ババはアグ・エンナを見捨てた。彼の羊小屋は空になってしまった。清らかな神殿の守護神は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は 空になっってしまった守護神はエたるしるしるを見捨てた彼女の羊小屋は空になってしまったラガシュのオーナーは彼女の家を見捨てた彼女の羊小屋は空になってしまったガトウムル道グはラガシュで彼女の家を見捨てた 彼女の羊小屋は空になってしまった。知ららんの貴婦人は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。大いなる貴婦人は知ららんで彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。気にる者の貴婦人は 彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ドゥム・ジャブズは気ぬる車で彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は空になってしまった。ガバの貴婦人は彼女の家を見捨てた。彼女の羊小屋は 空になっってしまったマ丸はガバの聖堂を見捨てた彼女の羊小屋は空になってしまった彼の羊小屋は空っぽになってしまったそれを嘆く声を上げて彼は悲しんでいる何々の野牛はもはや牛小屋にはいないのだ 尊い牛小屋はもはやいなくなってしまったそれへの返し歌であるああ町をお前を嘆く愛かが激しいお前を思って愛かがああ町を激しいことだ彼の破壊された良い町を嘆く愛かが 哀家が激しい。彼の破壊された町ウルを嘆く哀家が悲しい。お前を思って哀家がああ町を激しいことだ。彼の破壊されたウルを嘆く哀家が激しい。お前を嘆く激しい哀家を涙する主は一体。 いつまで続けるのだろうか「お前を嘆く激しい愛かを涙する人なんなるは一体い,い,いつまでいつまで続けるのだろうか」こうしてメソポタミア文明は 終焉を迎えるところとなりました「<noise> <noise> The Book of Ezekiel, Chapter 1-4 And I looked, and behold, a sweeping wind came from the north, and a great cloud on it, and there was brightness round about it and gleaming fire, and in the midst of it, as it was the appearance of amber in the midst of the fire, and brightness in it. Watashi wa 激しい風と大いなる雲が北から来て、その周囲に輝きがあり、絶えず火を吹き出していた。その火の中に琥珀のように輝くものがあった。では画面を見ながら説明します。メソポタミア、まあ。古代メソポタミアではですね、何やら大変なことが起きてたようですね。 で、それはですね、こうした、まあ、遺跡の周辺を見て、私は気がつきました。まあ、一見しますとね、あの、ただ単なる砂漠のようですけども、コントラストを上げたり、ガンマを下げたり、あるいは、あの、明度を下げたり上げたりしますと、このような、円形模様が浮かんできたわけです。これはウルです。えー、まあ、プアビの、女王プアビのいたところですね、これがウルクです。まあ、イシタールの本拠地ということになるわけですけどね、えー、ギルガメッシュ物語。 もうここで生まれました。これが、ウルクです。で、やはりウルクにも、まあ、あの、メイドアを上げたり、やはり同じように、こう、光学的処理をしていますと、このような奇妙な円形が浮かんできます。で、この直径が3.1キロありますからね。で、それ全体にまた外への方へ、まあ、あの、放射線状に広がっている様子も、え、わかります。で、これがウルクなんですけどもね。 一体この、ま、円形の、その、なてますか、地上に描かれた模様は何かということになるわけです。ニップルというのは、あの、ゼカダシッチによればですね、ま、宇宙、ま、いわゆる、指令、指令コントロールセンターがあったのが、この、ニップルだというふうに、ま、ゼカダシッチは解いています。そして、宇宙空港が、その北方にあります、あります、シップールであると。 まあ、ゼカレチンはそのように解いています。で、このニップールをですね、もう調べていたときもやっぱりその円形模様が浮かんできたわけです。まあ、あの今この赤いところでむす、あの、示したところがニップールです。で、現在はこのような、まあ、廃墟といいますか遺跡になっているわけですけどもね。まあ、かつては広大な都市が、まあ、栄えていたものと思われます。で、このニップールが、まあ、司令コントロールセンターであったと。まあ、そういうことなんですね。 そして、シップールが、その、いわゆる、まあ、ハブ空港って言いますかね、あの、宇宙への空港であったというふうに、まあ、あの、シッチンは説いています。まあ、こういう、まあ、遺跡を見ていますと、いろいろ考えさせられますけどもね、まあ、何かの、はい、目的があって、こういう建物が建てられたということになるわけです。これが、まあ、その、ゼガリアシッチンの本ですがね、ええー、ある方がですね、 これ送ってくださった本ですけども、その中にまあこの1ページにこれが出てるわけですね。そしてこの円の中心にあるのがニップールです。で、やや左上の方にあるのがシップールですね。で、この何かこう、それぞれの遺跡に関係があるのかなってことで、まあ調べてみようと思いましてね。で、まあ、とっかかりはゼカリアシッチのこの本って言いますか、このページだったわけです。で、シパール、シュルパック、それからラルサ、 てか、bad, t, v l ですね。つか、エリドゥというふうに調べていったわけです。で、ただ、あの、現在はですね、あの、いわゆる Google で見て調べられるような状況ではないんですよね。全く、まあ、跡形もなく消えてしまった遺跡っていうのもありますからね。ですから、まあ、あの、場所を特定するのが大変、まあ、苦労しました。あの、まあ、Wikipedia の方ではね、そういった論文も出ていまして、場所があの座標で示してありましたので、で、そこを、 で調べたのが、調べました。で、まあ、あの、えー、左側のゼカレシッチンの、えー、本の1ページです。で、右の方がですね、私は実際にあの、点を取ってみましてね、そしてこう、つないでみたんですけども、この、やっぱり、ラガッシュなんかもそうですけども、道が、まあ、ずれてるのか、それはまあ、どういうふうかわかりませんけども、ゼカレシッチンの、この、解いてる、あの、いわゆるまあ、ラインとは、 一致しませんでした。しかしですね、やっぱりこのシュパールを見ていただきたいと思うんですが、一見して何もないように見えるでしょう。ところがですね、まあ工学的処理をしていますと、なんとなくこう、円形の、なんて言いますか、地形が浮かんでくるわけですね。で、まあ、あの、これはあの、以前ですね、あの、エリドで調べたときにそういう仮説を立てたんですけども、これはですね、いわゆるまあ古代メソポタミアにおいてですね、いわゆる核戦争といいますか、核攻撃があった、その痕跡ではないかと私は考えています。 まあそういうまあ仮説に基づいてですね、あちこちの遺跡を調べてみたんですけども、まあ、ご覧の通り全部、その全てにこの円形のですね、えー、まあなってますか、痕跡らしきものが浮かび上がってきたということなんですよね。わかりやすければ。で、ここはちょっとわかりにくいかもしれませんけども、まあなってますか、色がちょっと変化しているかなっていう感じですよね。それから全体にこう、楕円形のような形が見えるということです。これはシルパックですね。 まあほとんどまあ何も残ってなくて、こうしたそのアーティファクトがいくつか残ってるっていうような状況ですね。これ白シルパックですけども、この直径が22キロありますからね。で、こうしてしますと綺麗な円が出てきますよね、こね。で、この円はどうしてできたのかということになるわけです。ラガーシュです。 で、このラガシはですね、ちょっと分かりにくいかもい。全体にこう円、円形っぽいのは見えますけども、この色がちょっと薄いところをこう、あの、矢印で囲んでみましたけども、やはりこう、なんて言いますか、一つ、こう、楕円形のような形が浮かび上がってくるということですよね。で、ラルサですね。 で、これ、あの、白くぼ,やぼんやりと見えるんで、これは砂嵐かもしれません。ちょっと、あの、特定はできませんけども、あの、地形的な、その、模様なのか、それとも、あの、砂嵐によるものなのかは、ちょっと、判別できませんでしたけども、一応、上げておきました。で、これがラルサですけども、ウィキペディアに載ってる、まあ、座標で見ますと、ここへ来るんですけどもね。で、いくら降りても何もないもんですから、まあ、廃、廃、廃墟以上に廃墟になってしまったということになりますね。で、こう、 下の方、南方の方を見ますと、こうした円形のような模様も出てくるということですね。で、ウルグです。イスターの本拠地ですね。で、ここもですね、こうして工学処理していますと、あの、なんとなく形が浮かんでくるんですよね。で、まあ、ああの、以前にも言いましたけども、核攻撃受けたのは模変調だろう、インダースバリーのね、核模変調だろうだけということになっていますけども、そうではなくて、この、 そして、メソポタミアでも、やはりあったってことですね。これ、エリドですね。延期の本拠地です。アダパーが作られたところですね。アダパー、すなわち、旧約聖書のアダムです。で、これが、ま、0.7キロで、上壁らしいものもいますから、ウルですね。ジョらプアビのいたところですね。上壁らしのプアたところです。の、のまあ、骨も見つかっています。このウルなんかは、ま、綺麗にこうなってますか円形が出てますね。3.1キロ。そして、周りの方にもこうなってますがやはりこう飛び散ったような、 飛び散ったと言いますかね、放射線的にこうなってますか、ラインが伸びてる感じがします。で、これらの線は何かですけども、もう言うまでもなく、核攻撃による、まあその痕跡っていうふうに、まあ考えるのが自然じゃないでしょうかね。で、そのことを裏付けると言いますかね、ゼカレシッチンがですね、地球年代期、 The Earth Chronicles というのを、ま、表しているわけです。で、その中の一,、まあ、一部分ですよね。全部は別のところで訳しましたので、また興味のある方はそちらを見ていただきたいんですけども。で、2041年っていうふうに来るわけですけどもね。だん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 ,だん近づいて、まあの、現在に近づいてくるんですけど、2038年。そして、あの、2029年ですね。で、まあ、あの、メソポタミア、パビロニア中心の歴史が進んでいくわけです。そして、2024年、 から3年にかけてですね、あのー、こうした奇妙、興味ある文章が出てくるわけです。アヌナンキは核兵器の使用を承認したと。ねあのー、いわゆるま、カナン人たちがですね、宇宙空港を取ろうとしたときに核兵器の使用を,を許可して、そしてその翌年ですね、23年に、えー、風は放射性の雲を占めると運んだと。そのために動物足に水は毒となったというふうに書いてあるわけです。 ということは2023年、に、行年から2023年にかけて、どうやら核兵器が使われたということになるわけですね。これはあの、あくまでもゼカレシッチンがですね、メソポタメンに残っている、まあ、いわゆるクレイフィク、クレイタブレットをですね、解読してこのような年代記を書いたということなんですね。で、これは私の方で調べたんですけども、このインダス文明のね、流れを、まああの、 掴んでみたんですけども、この、こうした奇妙な、あの、いわゆる、まあ、シェラミックフィギュアが見つかってるわけですね。で、この、インダスバリーの、まあ、インダスバリーというのは原っぱ、モヘ変ジョダロ含めて、あの、これ全体をもね、インダスバリーっていうんですけど、ね、インダス文明ですけども、で、これはもうンジョダロですね。いわゆる死の丘という意味だそうですけども、あの、かつては広大になってますか、あこうした、まあ、都市が栄えていたわけですよね。 で、最近の、あの、ナテスカ調査によりますと、モヘンジョダロというのは7層に、こう、上上を積み重ねられて作られた都市だそうですね。で、これはモヘンジョダロです。で、シッチンの説が正しいかどうかということをちょっと裏付けるためにですね、あの、私の方から調べたモヘンジョダロの歴史というものを皆さんにお見せできる、お見せしたいと思います。で、まあ、シッチンは2000、 二十八、三、二三四年に核兵器の使用をさせ、まあしたわけですよね。三年、二十、三年には、あの、いわゆる、まあ、死の灰が飛んできたということですからね。で、この、もう、その後、シタールに、第三地域、すなわち、モヘンジョダロ周辺の、インダスバリーの支配権を、い,い,あのいわゆる、何年、シタールには出したということなんですね。それは、あの、シチンのタブレットの方にそう書いてあるわけです。実際、じゃあどうだったかと言いますと、 インタスバリーにこうした像がいっぱい作られているわけです。からみんなイシュタールになんだっていうことは私が証明いたしました。で、これがまあ、こうした像が作られているわけですね。いわゆるシュメールのイシュタール像と、まあ、 一致したということです。そしてこの年代の分かっているテラコッタですね、これを集めてみました。あの、たくさん像は見つかっているんですけどもね、みんなその、やっぱり年代測定がなされているっていうわけではありませんのでね。ですから、年代がしっかりとしているものを、こうして選んで、まあ、各博物館にあるね、あの、テラコッタの中から、こうして、まあ、ランダムに選んでみました。で、この、いわゆる、まあ、テラコッタはこれもイスタールになるなっていうことになるわけですけども、こうした像がですね、どのように並ぶかということを調べてみたわけです。 で、まあ、あの、その、今、その、皆さんにその歴史を見ていただきますけども、あの、模型チョダルが栄えたのは紀元前2500年から1800年ぐらいなんですね。そして突然、紀元前1800年ぐらいに、まあ、消えてしまうわけです。で、先ほどその年代のわかってる、あの、テラコッタをこのように並べてみますね。そうしますとですね、あの、まあ、市賃がタブレットを解読した年代とほぼ一致するわけですよね。わかりやすく言えば。 で、まあ、その2500年以前にテラコットが頻繁に作られたこの時期にイシュタリン・ナンナがインダス・バリーに入ったというふうに考えられるわけです。そして、インダス・バリーが、インダス文明が栄えて、紀元前1800年頃に突然、まあ、滅ぶわけですね。まあ、インダス文明というのは核兵器によって、まあ、滅んだというふうな、まあ今、一般的な設定ですね。放射性物質が、まあ、残留物質が今でも観測されています。ですから、まあ、その流れとしては、あの、 2000年頃にね、あの、1800年、2000年から1800年頃にかけて、まあ核兵器が使われた可能性は非常に高いということですよね。 あの、まあ、あの、シッチの年代と私があの、調べた年代とややずれてますけどもね。えー、まあ、あの、こうして2、300年ずれてるってことになるんでしょうかね。あの、こうして見ますと、この円形模様は何によってできたか、もう周りくどい,い言い方ありますね。まあ、ここでもメソポタミアでも核兵器が、ね、使用された可能性が非常に高いってことですよね。でないと、この円形模様はどうしてできたかってことを説明できないと、まあ、私の説は否定できないんじゃないかと思います。 で、まあ、あの、ちょっと、そうしまあ、驚、驚しい写真を一緒に並べてみましたが、あの、こうして、まあ、円形模様が、まあ、痕跡として現在残っている。なあち、メソプタミアでは、何やら恐ろしいこと。なあち、えー、核兵器を使ってですね、こうした都市がある時期、次々と破壊された可能性があるということですね。これはエリズです。延期の本拠地ですね。 で、中央に、中央,中央,中央や,や上にあの直角の上壁が見えますね。そしてそれを取り,取り囲むように円形模様があり、そしてその放射線上に線も伸びていると。まあ、これをどういうふうに解釈したらいいかというと、ても強力な爆発物がここで使われたということです。 で、これがバド・ティビラですけども、今はこのような状態ですね。で、シパールもそうですね。で、ラガシもそうですね。まあ、あほとんど何も残ってないということです。わかりやすければね。あの、マウンドが残ってるかなっていう感じで、遺跡が残ってる。まあ、これからね、発掘が進めば話は別でしょうけどもね。シロパックもそうですね。で、これがエルドゥですけども、アブシャーレンっていうふうにも呼ばれています。 ま、このマウンドが残っているだけですから、ウルはね、あの、ジグラートが残ってますから、あの、まあ、このような巨大な遺跡として今、認識できるわけですね。これはウルクです。まあ、こういうウルクも巨大なあの、あのいわゆる都市国家だったようですね。ニプールですね。で、この、いわゆる宇宙指令センターのあったところニプールだということです、えー。メソポダメアでは核兵器が使われた。 可能性が非常に高くなってきたという話です。Thank you very much for your watching and see you again next time. Bye!